今回ですね、タイムラインというこうアクティビティを作った理由なんですけど、まあ、そもそもこのアクティビティは4人で行ったり3人で行ったり、まあ、基本的にはグループで行うアクティビティなんですが、まあ、あのグループワークってグループディスカッションする前にですね、グループって4人で行うアクティビティって楽しいなって思わなきゃ、やっぱりグループディスカッションってなかなかできないと思ってて、まあ、そのために作ったウォームアップアクティビティなんですね。では見てください。Student A、B、C、D に振り分けて、その中で Student A の子には A の写真を見せてということで、 B の子には B の写真を見せるということで、まあ、順番をしっかり守ってそれぞれ4つの違う写真を見せていきます。はい、なんとなくわかると思います。このタイムラインのルールというのは、要は時系列に正しく並び替えるというアクティビティなんです。すごく単純なんですけど、ただシンプルなイラストの中に、まあ、どういうふうな表現を使わなきゃいけないのかっていうことが組み込まれているので、まあ絵を 見ながら、正しい表現を使わす、はい、今回はですね、4人で行うアクティビティを紹介します。まあ、3人でもできますけども、グループディスカッションを、まあ、活発化させるためには、やはり4人で1つのこう目標を立てて、何かこう、まあ、ジグソーと同じような形なんですけども、1つのこうピースを当てはめていって正しいものを作っていくという、まあ、アクティビティを作りました。まあ、4人それぞれに違う写真を見せて時系列に正しく並び替えるというシンプルなゲームなんですけども、スチューデント A の子にはこの写真を、スチューデント B の子にはこの写真をということで、イラストを4枚用意すればいいだけです。はい、そして4分間 A、B、C、D の子たちは自分の見た表をイラストですね、これを描写して、そして指定されたタイムラインフレーズっていうのを使いながら自分の情報を共有していきます。はい、だからもちろん英語での共有ですので、日本語でやってしまうと全然面白みは何もありません。はい、でこれがまあ4分間、このレインボーですね、4分間で消えていきますので、4分間でシェアしていきます。そして4分終わりましたら、正しいイラストを出していきます。はい、すごくシンプルですよね。ただこれ今はパワーポイントのスライド1枚で今行っていますので、まあ、1枚で手軽にできる活動です。でタイムラインフレーズはこういうふうな形で、まあ、本校のですね、ALT と一緒に作りましたけども、まあ、実際に使わせたい表現はもっとあると思います、先生方は。なので、まあ、自由にアレンジしながら、アクティビティを活発化すればいいと思います。で、まあ、最後に、日本はジブリとかですね、アニメはすごくありますので、このアニメなんかをうまく、使ってですね、子どもたちの好奇心であったりだとか、またはニュースなんか使うのもいいですよね。何か大きな出来事があった時にそれを時系列に並び替えるとか、または教科書のですね、内容を時系列に並び替えるとか、そういったことがたくさんアレンジができると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。 Alright everybody, talk to you later.